はい、こんにちは、アサイです。今回はイズイズで、今日から新しく来ているドロシー降臨、こちらにチャレンジしていこうと思うんだが、爆弾2個は消せねえじゃねえかよ。もうわけのわからねえことしやがって。でもこれは毒とお邪魔をこの爆弾にしっかり巻き込んで消していくというね、高度なテクニックをまずは見せていこうと思います。で、この水の町を作ることによって消えていかなかったけども、違うところで水の落ち込みが来て、さすがにこれ真ん中はね硬い、これ待って、死ぬ死ぬ、ダーセフ危ない。でも水をねちょっと消されちゃったんで、ここは一旦ちょっと待って、こうしてこれで町になってる。やっぱねルティナはねすごく強いですね。こう毎ターン水をねしっかり供給できて、かつスキルトリガーの条件を満たせる、もう本当に水属性の救世主と言ってもいいモンスターだと思いますね。さあ、これでしっかり光を落として、おそらく両サイドは倒せると思うので、さあ真ん中これどうしようかな。でも攻撃ターン数4とかだったから多分死んじゃう。なんかめちゃくちゃでかい攻撃来そうな予感がするが、俺には選択肢がないのでこのまま行くしかない。よいしょ。さあ、しかし、攻撃枚数12枚しっかり殴ったので、ワンチャンこれで1ずつ殴って倒すことができるかもしれないと思っていました。そんな時期が僕にもありました。はい、ちょっとねもう一回リベンジしていこうと思います。耐性を持ってくるべきだったけども、なんかちょっと悔しかったからもうそのまま来ました。さあ、これはさっきと同じ感じで爆弾に巻き込んで、お邪魔と毒を全部消していきたいと思います。で、回復もしっかり入れておいて、これで大丈夫かな。あ、爆弾消えたわ下手くそなんだよな。しかし水の落ち込みがしっかり来てくれることによって、おそらく両サイドはこれで倒せる。よし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 、これだとは多分1ずつ殴っていけばおそらく足りるでしょう。さあ、ドロシーの、そうですね、性能はね、なかなか面白いなと。まあ、スキルとリーダースキルがすごいランダム要素の強い、能力となっているので、まあ、安定はしないんだけど、それ以外のところでスペックはすごい高いなっていうふうに思います。で、特にね、あの 50% 以下強化と 80% 以上強化がそれぞれ2個ずつついてるっていうのはなかなかいい発想だなっていうふうに思いました。さあ、これは十分、削り切ることができるので、これで多分突破したでしょう。 OK。やっぱイズイズがすごいいい火力出てますね。リーダースキルの倍率 7.5 倍しかないんですけれども、まあ、それでも結構それを感じさせないぐらいの火力が、本当に1000万以上の火力を結構優に出すんで、他の北欧神もそろそろ修正してあげてほしいなっていう気持ちはあるんですけれども、その辺はやらないんですかね。さあ、がっつりスキルが溜まって3回は誰だ？お、なんだこいつ、向こうか。あんまり使ってもいいかな。ロック、まあまあロックは L 字で消せるから、あんまり使ってここは素直に正方形を組んでいきましょう。ルティナも、忘れずに発動していくと。一応エンハンスもね、まあ、多分もう これ以上打つことないと思うんで、しっかり打っていきます。もう1コンボ、よし、ナイス。いやー、目覚め強いな。さあ、これでセイバーが1億8000万ぐらい出てるんで、この火力だったらさすがにボス倒せるでしょ。適度な遅延を食らってしまう。多分こいつは柔らかいよね。柔らかいと思うから、このまま突破でいいかな。まあ、意味遅延を食らったんですけれども、イズイズさえ、使用することができればヘイストでね、しっかり戻ってくるんで、まあ問題ないでしょう。4つ石の落ち込んが来ることによって、今イズイズが7000万ぐらい出てましたね。強いな。お、こいつは初めてじゃないか、アリアンロッド。
うわやったなお前。いやこいつでもまあでもこれ神タイプか。キラーがねしっかり刺さるんで、どうだ6。うん、もう一個来ないか。どうだ。ああ、柔らかいじゃん。なんだ全然。いやただもうこのルーレットがある状態で無効貫通を組むのはまた遅延かよ。しかも5ターンかルティナも下がっちゃったな。3000万無効、はい、盾。え、お前さ俺のイズイズ返せや。もうまたこのギミックかよ。まあでも3ターン、まあでもねエビスの時ね、この3ターン耐久してもまた別のモンスターにね変えられるっていうことがあったんで、いやーこれどうなんだ。いや待てよ、でも考え方によってはイズイズよりリベルタスの方が強いんじゃね。いやいや俺はイズイズでクリアしたいんだ。そんな敵のよくわからない不純な施しを受けたりはしない。受けれる、いいぞ。いやルーレットうぜえな。でこれでも、あそうか、あと2ターンで切れるのか。オッケーオッケーオッケー。じゃあもう、いやでもこのルーレットが切れる頃に発狂、いやそれはないな。だって前の階層で打ってきたギミックだからそれはないと予想する。6コンボ吸収3秒減る、もうマジキチやんけ。しかしイズイズが戻ってくる、火力が下がる。いやでもここさえしのぎきれば多分大丈夫。スキルもね多分もうそろそろ戻ってくるはずなんで、これでこの一撃で死ななければ大丈夫ですね。でセイバーがこれヘイストかければたまるんで、スクルド打って、ちょっと待てよ、1234567891010か。7コンボ必要だから10だとセイバー打ったら、いやでもセイバー打たないと火力がちょっとあれだしな。とりあえずこれ打つでしょ、いずれも打つでしょ。打っていいかな。1コンボぐらい落ち込んでくるでしょ、目覚めてるよ。ルティナ信用していい？いや自分の愛したモンスターを信用してこそ真のパズドラだと思うので、ここはセイバーを打って落ち込んが来ることに期待します。こうしてこうして、これであと1コンボ、これ列も入るから相当強いよ。6いいね、これ勝ったでしょ、これは勝った。いや2億6000万でキラー刺さって、まあこれ割ったでしょ、マジか。いや死んだでしょこれ。言葉が出ないとはこのことですね。はい、ご視聴ありがとうございました。